FM ギノワンのスタジオに場所が移りまして、ギノワンスタイルというコーナーをお届けしていきます。さあ、今日もスタジオには素敵なゲストさんが来ておりますので、早速自己紹介していただいて、いろいろお話ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、福岡県からやってまいりました、はい、いつもオレンジカフェという番組を持たせていただいております。福岡県若年性認知症サポートセンターのセンター長の阿部です。よろしくお願いします。はい、阿部さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほど自己紹介でもあったように、普段は、はい、Zoom で番組をやってるんですよね。はい、そうです。はい、今回は、ね、沖縄に、まあ、お仕事で、はい、いらしたということで、はい、先ほど、ね、この阿部さん自身の番組の収録をちょっとして、せっかく、ね、沖縄に来てるのに今週の生放送はちょっと厳しいということで泣きの涙で、はい、でも、ね、ギノワンスタイルに生放送で出演していただくことになりました。はい、ありがとうございます。はい、ひふみさんからも、はい、オレンジカフェさんご降臨っていうコメントありがとうございます。降ってきましたご降臨降ってきました降ってきました、はい、でオレンジカフェっていう名前を聞いて、はい、ね、皆さんも、ね、どういうお話普段番組でしてるんだろうって気になる方もいらっしゃると思うんですが、はい、番組ではどんなお話してますか？そうですね、やはり私、若年性の認知症のことをサポートするセンターにいるものですから、はいはい、認知症のことをいろいろお話しさせていただく機会が多いかなと思ったりしています。はいはい、若年性認知症っていうと、はい、何歳から何歳ですか？18歳から64歳までで発症した人が70になっても80になっても若年性認知症というふうに言われる病気です。はい、あ、じゃあ例えば私が今、うん、若年性認知症になったとして、はいはい、80代とかになった時もこれはもう若年性認知症なんですか？そうです、若年性認知症という名前になります。そうなんですね。はい、これは実際この認知症の方等の人数って言ったら、はい、どれくらい多いんですか？そうですね、福岡ぐらいのレベル、はい、県レベルですね、60市町村あるんですけど、はい、約2000人ぐらいいるというふうに言われています、はい、だから沖縄は結構ですね、はい、昔から若年性認知症ですよっていう方が自分たちで名乗られるのが多い地域だなっていうのは思ったことがあります。うん、はい、え、自らってことですか？センターに相談をされたりとかっていうのはあるので、はい、やっぱそれは大事なことだと思うんですね。うん、認知症って病気を結構皆さん恥ずかしいとか、うん、なんか隠したいっていうのがまだまだあるんですけど、でもそんな風に思わないでほしいし、はい、90歳超えると約8割ぐらいの人がなられるし、で2割がならない。医学的に考えると8割の人が、はい、なんていうんですかね、正常で2割の人が異常と言われるんですね。だから認知症って長生き病なので、はい、あんまりそう皆さんが特別に思わないでほしいなって思ったりすることがあります、はい、ね、やっぱもう、なんだろう、年を重ねると、ね、ほとんどの人が、うん、そうですね、もうどんなに元気でも、うん、まあ、認知症になりうる可能性があるというか。そうですね、やはり予防するとか言ってもなかなか、ね、まだまだ解明されてないところがたくさんあるので、はい、それだったらもし自分が認知症になっても周りの人とやっぱりいい関係でいることを工夫していく、うん、今からそれが大事じゃないかなっていうのは相談を受けたりする中で感じたりすることがあります。はい、例えばなんか認知症の方が過ごしやすい、うん、なんだろう、環境としてはなんかどういうのがあるんですか？そうですね、やっぱりこうやってることって今までやってたことが認知症って病名がついた途端に皆さん周りが、はい、うん、まあ、過保護というか、うん、何でもやってあげないといけないと思うので、うん、逆にそれをやってあげることで本人のできる能力がなくなってしまう、うん、任せてしまうというところが楽ですよね。はい、うん、そうすると本人ができない自分にどんどんなっていくってことがあるので、とかそれがやっぱり周りとしてはやってあげなきゃいけないって思うんだけど、される側はやっぱりそれが逆に奪われてしまうことになるので、その辺は本人がやりたいことを聞くことが大事かなと思うんですね。先日も認知症になられて自分で自営業されてた方も辞められて、その方がご夫婦で来られたんですけど、その中でお話した中で、まだ
頑張って働きたいとおっしゃったんですよ。うん、私はその可能性は絶対あると思うので、うんうん、これからそれは進めていきたいなと思うんですね。みんなもそういうふうに考えてくれる世の中なんて嬉しいなって思ったりします。でもそうですね、確かに、ね、こうやって病名つくこと で一気にこうやって支えてくれる人がわーっているのはありがたいですけど、 その一方で、ね、このできたことすらもこの支えてもらいすぎて、うん、自分で、ね、いろいろできなくなってっていうのもちょっとなんかそうなんですよ。だからやはり認知症っていう病名つく前まで昨日まで大丈夫だったことが、うん、ついた途端に全部いやいやできないからってなっちゃうのはやっぱりそれは違うかなって思うことがあるので、うん、特にあの携帯電話とか、うん、これ社会とつながるツールだし、はい、あとお金ですね、うん、お財布を持ってることは何か自分でできる可能性があるので、うんうんうん、そういうのも考えていける社会になったらいいなと思っています。はい、ね、今阿部さんは、ね、実際福岡でこう活動されてるわけですけど、はいはい、例えばじゃあこうやってこの認知症ちょっとの不安があるとかっていう方は基本なんかどういうところにまずは相談したらいいんですか？なるほど、もしそういう方はですね、はい、うん、まずはあの包括支援センターっていうのがあるんですね。 ありますね、うん、そういうところに相談された方がいいと思うし、うん、逆にそこでまだまだできることがあるから、はい、あの介護保険使うんじゃなくて行けるところとか、うん、自分ができることをなんかやれる場所ないっていうことを聞くのはいいかなって思ったりするんですね。うんうん、あとは若年性の方の場合はあの宜野湾にあるですね、はい、あのところにあの私と同じ番組してた足富さんがやってると、はい、うん、相談する足富さん素晴らしい人なのでバッチリやってくれると思いますよ、はい、うん、ぜひぜひ。このオレンジカフェにも月一で、ね、はい、出演される足富さん宜野湾市にいらっしゃる、はいはいはい、ぜひ相談してください。彼女は素晴らしいといつも私は思って尊敬してますのでぜひ。じゃあすごくアクティブな方です、はい、で心がすごく優しくて、はい、あの相手に寄り添ってあげるっていう力がある人だなっていつも思ってるので、うん、安心してください、はいはい、もうね、阿部さんからもお墨付きをもらっている、はい、ね、足富さん沖縄には、ね、いらっしゃいますので、はい、ぜひ皆さんねちょっとご家族とか、まあ、自分のことでも気になることがあれば、はい、ぜひ足富さんに連絡していただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、たくさんのコメント、はい、高坊さん、カープボーイさん、ヤンポーさん、そして武蔵さん、いっくんさんとたくさんコメントをいただいているんですが、最後に、ね、このオレンジカフェっていう番組を阿部さんもともとされているので、もし何か、ね、番組の中であの、はい、放送に載せてもいいのであれば、はい、もちろん阿部さんに質問しても大丈夫ですよね。はい、大丈夫ですはい、はいはい、ね、いろいろ何かと答えてくれるそうですね、今お二人ぐらいがいつもいただいているので、はい、うん、もうすごく嬉しいです、はいはい、お悩み相談もすで、はい、に受けているいやでも、はい、あのいろんなところで話をするってことは大事なので、うん、はい、それでまた聞いたリスナーさんが元気になるってことがあるので、はい、それはすごくあのラジオといえどもですね、大事なことだと思います。そうですね、はいはい、ぜひなので、ね、はい、水曜日のお昼2時半から、はいはいはい、オレンジカフェという番組毎週やっておりますので、はい、皆さんぜひ今週はちょっと収録放送になりますが、はい、ぜひ、ね、また来週以降、はい、生放送とかで聞いていただければと思います。はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんオレンジカフェに参加してください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで今日は阿部さんありがとうございました。微妙な時間帯なんですね、すいません。なるほど、あ、じゃあぜひ YouTube ではい、ありがとうございます、見てください。はい、はい、阿部さん今日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。忘れても満杯だけどこの自然だけは守りたい、空、海、今の香りを運んで癒そうじゃないか。ありがとうございます。ありがとうございます。